チャンネル登録お願いします。はい、どうもレレです。さあ皆さん、前に撮ったオリパ覚えていますでしょうか。ふくふくトレカさんのですね、オリパを、10口購入いたしまして開けさせていただいたんですけれども、いまいちいい当たりが出なかったというところでですね、残念な結果になってしまったんですけれども、たまたまこの間見たらですね、残り14口となってましたんで、残った14口全部買ってみましたというところでですね、まあ一般的にね、お店に売っていたりするものはね、ラストワン賞とかね、最後の方に当たりだみたいな話だと思うんですけれども、今回はネットで購入させていただきましたので、この14パックに出るかどうかは分かりませんけれどもですね、開封して、どんな感じか検証してみていきたいと思います。それではやっていきましょう。はい、ということですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 14パックございますので、こちらを開封していきたいと思います。まあね、オリパの時にはいつも、最初に言っているんですけれどもですね、初心者ということも相まってですね、価格がいまいちわからないとかね、反応がちょっと鈍いみたいなことがあるかもしれないんですけども、ご容赦いただければと存じます。さあ、それでは1パック目から開封していきましょう。ちなみに1パック1000円のオリパですのでね、それも合わせて見ていただいてですね、結果笑っていただければと思います。それではまず1パック目がこちら、ドン、メドウムシ。まあね、前回もそうでしたけれども、基本的に、当たり枠ではないところはですね、シャイニースター V のこの色違いのレアが入っているような感じになっているっぽいですね。そして2パック目、こちら、ヤバちゃん。そうですね、やっぱこの辺が、外れ枠というか、まあ、価格のそんなにつかない枠で入っているのかなといったところですね。そして3パック目、ガラルカマネキ。前回どんな感じだったかちょっといまいち覚えてないんですけど、今回はね、何か当たりが引けたらいいかななんて思ってます。アップリュー4パック目、いや14パック、あっちゅう間にいっちゃいそうだな。そして10、あ15じゃねえや、5パック目こちら、おー、メモリーカプセル。いやー、しかもウルトラレア、綺麗だなこれ、いいですね。 GLのカード、メモリーカプセル、いいっすね、素敵。やっぱウルトラレアはかっこいいっすよね、綺麗だし。ということで6パック目、よいしょ、お、 N の覚悟だ。 N の覚悟はね、これは SR ですね。ちょっと画面外に出ちゃった。まあ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 、ドリームリーグのね、カードかな、あれ違ったっけ、ちょっとわかんないです。2枠があまりコメントするもんじゃないですね。ということで次7パック目こちら、はい、イオルブルですね。そして8パック目こちら、イオルブ、まさかのイオルブ、イオルブですね。いやー、何かね、こうちょっとしたアドでも取れればいいかなと思いながら開けておるところですけれども、そして9パック目はこちら、はい、ガラルギャロップですね。さあ10パック目でございます。10パック目はこちら、はい、ウオノラゴンですね。はい、もうサクサクね、ん、違うか、さっき 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 合ってるわ、11パック目です。さあ、11パック目こちら、はい、ガラルサミーゴ。いや、色違いはバンバン集まっているんですね、これね。色違いって何種類ぐらいなんだろうな、シャイニースターウェイ。そもそもシャイニースターウェイが向けてないですからね。続いてが12パック目、はい、はい、マホイップですね。とにかく色違いが出ると、ちょっとね、色違いの中でどれが価格がつくようなカードなのかっていうところはちょっと下調べが不足してしまいまして申し訳ありません。ということで13パック目こちら、はい、雪ハミですね。そして最後14パック目です。さあ何が出るでしょうかということで、14パック目はこちら、おお、ザシアン V の SR でーす。いやー、かっこいい、いやー、かっこいいラストのパックでザシアン V でした。というところで全て開封終了いたしました。はい、ということでですね、開封終了しました。まあ今回の当たりはですね、ザシアン V の SR、 そして、メモリーカプセルの UR、 そして N の覚悟の SR ですね。まあこの辺で合わせて5000円ぐらいかな、5000円いくかいかないかぐらいかなというふうに思います。まあ残りはね、色違いたちということで、まあここに書いてあったですね、ポケモン入れ替えの UR だったりとか、
レベルボール、一撃エネルギーの UR、この辺がね、出ないとなかなか厳しかったかなっていうところではありますけれどもですね。まあ、ダシアン V はね、ちょうど、絵柄的にもかっこよかったですし、欲しかったところだったので、まあ、良かったかなというところでございます。まあ、今回ね、14パック買って全部、最後まで買ってみましたが、まあ、このような結果になったというところでですね、またどっかで折り場見かけたら購入していきたいと思います。はい。ということでですね、本日もご視聴いただきありがとうございました。動画を見ていただいてですね、面白かった、楽しかったと思っていただけたらですね、ぜひ高評価、チャンネル登録で応援していただけると励みになりますのでよろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。